作品異世界のフランスを舞台にした小説前作、総額都市、大阪とは異なり、日記や手紙などで綴られる形式をとっている。すべてが文字情報によって存在する。パリは第二次世界大戦中、ドイツ軍の放った兵器によって、1944年の1年間を繰り返す閉鎖都市となっていた。ベレット・マクワイルドは、木と呼ばれる人型の機械の一種。 重機を操る少女である。重機はこの世界において、戦場での象徴、旗印としての役割を担う重要な存在とされている。彼女は、幻の重機開発計画、A 計画とそれに関わったと思われる祖父、ジャック・マクワイルドの謎を追い、54回の回帰を行ったパリへと留学する。そこで、ベレッタは、不思議な等身大の人型機械。 自動人形と呼ばれるロゼッタと出会う。ロゼッタと付き合い、A 計画を調べていくうちに、ベレッタはパリを閉鎖から解放できないかと思うようになっていく。都市世界におけるフランスの首都パリのこと。元来、パリはあらゆるものが文字情報によってのみ存在するという特性を持つ都市だった。住人たちはそれを活かし、最も正確で安全に己の情報を作り、姫。 そして発信するために数百年前から結界を張っており、それによる閉鎖から閉鎖都市と呼ばれていた。しかし1944年の第二次世界大戦中、ドイツ軍によって占領されたパリで新たな閉鎖が発動する。正確には1944年8月6日午前5時32分18秒、ドイツ軍の支配を破るために連合軍が仕掛けた解放戦の中、 ドイツ軍が持ち込んでいた原子爆弾が爆発したのである。それによって時空間の遺伝子が変質し、パリは市外の時間を無視し、都市内部の1943年の8月から1944年の8月までの1年間を繰り返すという第2の閉鎖を起こした。あとの1963年、電子都市 DT の遺伝子解析技術によって出入りが可能となる。 しかし持ち込める物品は1944年当時に存在していたものに限られ、しかも一度持ち込まれた物品は都市の免疫機構によって二度と持ち込むことはできない。それは人間も類に漏れず、一人の人間がパリに入れるのは生涯に一度だけである。免疫機構は年々強まっており、次第に持ち込める物品は限られ、最終的にはあらゆるものが入り込めない完全な 閉鎖都市になるとされている。上記のように、パリ本来の特性は、市内においては、あらゆるものが、文字情報によってものみ存在するということである。人間や物品を問わず、万物が三次元に物体として存在するのではなく、文字よる単語や形容詞によってのみ存在と個性を立証される。住人たちは、歌詞室と死人室によって行動し、日記をつけることで、 己の生活を立証する。故に、個人単位でのボキャブラリや想像力が非常に重要であり、主観と現実に祖母が生じやすい都市である。またこれとは別に、フランス全体の個性として、木の開発に古くから携わっているという特性がある。パリ内部にて、原子爆弾の爆発に巻き込まれた人間は、連環の一端となっており、時間の回帰に気づくこともなく、 毎回同じように生活し、同じように死んでいく。外部から入り込んだ人間が、パリ内部で死んだ場合、回帰の際に存在が消滅する。生きていた場合もその時点で、パリに気づかれ、余計なものとして死害に排斥され、二度と入ることは、できなくなる。パリの住人ではあるものの、何らかの要因で、原子爆弾の爆発に居合わせなかったために、連環から免れた者たちは、 第一の避難者と呼ばれる。英語で、ミドルバレル、普通語で、フォルマデマリオネッタ、独語で、ミッテルパンツァーと読む。英語で、ライトバレル、普通語で、レジェデマリオネッタ、独語で、クラインパンツァーと読む。ありがとうございます。